はい、と2021年8月24日英語物語、何やらなんかコンテンツアップデートはないか、何なんだろう、コンテンツアベニューコンテンツアベラブかなんかで撮って、これなんかあれなんかなと見たら進化できるんですよね。いやこれやってないですけどできるんですよ、ウォーマルができるんですよっていうのが、私ちょっと待ってくださいね、こっちで見る方がいいか、こんな感じで、うん、こっちにした方がいいか、このなんだ、第3形態の方を1体だけ、何すっからのやつを1体こういう風にこんな感じで、今のまだあれか、あこいつもバラしてないな、ちょっと待ってくださいね、進化が出てないやつをこんな感じで開けてあるんですよ、開けてあるというか、来た時に上げれるようじゃないけど、確認用じゃないけど、ここら辺全部こんな感じしてあるんですよ。でこの状態で進化するとタコさんはもうあれだもんね、来とるから分かってる蝶ですけど、これ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 ももうあれだもんね、来とるから私が進化できてないで分かっとるだけですけど、これ魚丸さんできるよね、ということで魚丸さんを進化させましょうということで、現在時間が6時58分でございます。何もお知らせとか特にないでございます。ニューコンテンツアベラブルなんか、あのログインした時に、ログインっていうかやつになんかタイトルかなんかも、じゃあ始めようとしたらなんかできんかったんかな。でタイトルへなんだろう、こんな感じでやめないですよ、やめないですけど、こんな感じでね、ゲームやめれてタイトル戻って、もう一回何再起動じゃないか、やった時になんか出たんですよ確か。だからそこでニューコンテンツでなんか入っとるんかなって、別になんかでもあれだもんね、告知があるわけじゃないしね、えねえねえということで、とりあえず図鑑のなんかお前前置き長いね、早引けよお前、そんなこといいから、あの早シングル見せれば分かりました、じゃあ行きましょう。ただ問題の通りが右の通りありまして、昨日私あのランちゃんのダービーさ、残り3個残しておかず全部使っちゃったんですよ確か、で端数が2個しかないかな、ということで残りクッキーでいきます、うん、これでいきます、うん、レベルマックスのゆる、前レベルマックスのゆるじゃねえか、あげれんからレベルマックスにしたんだって、まあそういうことは抜きにまして、とりあえずいきましょう。あそうか、ダービンかしょうがないわ、ちょっと待って、ダービンあれだね、ダービン2だもんね、いや何出し惜しいんだろう、まあ、行くぜ行くぜ行くぜ、とりあえずチョコいるよね、チョコじゃない、クッキーあるね、チョコあれだね、あクッキー結構あなた使っとうね、あれだろ進化とかに使っとうんだろ、とりあえずまあいや出し惜しいの早く行けば分かりました、行きましょう、どんということで、どうでしょう、ぶっちぎりぶっ壊れ性能になってくるのかな、なんかかっこいいやつなんだね、これ何継続ターン8ターンでなんか 50% そんなやったらお前あれだな、ポムの立場がなくなるぞそんなことはないよな、継続ターン8ターン 40% いやそれはおかしいって、そんなものそんなやつおかしいって、そんな人権よりは、ということでとりあえず見ていきましょう、なんかめっちゃかっこよくなったね、あの下の方の人面ギルがちょっと邪魔くさいけど、なんで文学家みたいななんかしょ、俺みたいなやつだな、そんなことないだろう、うん、そうだね、進めてないね、読みたいだけでしょ、妄想オツって言ったらオツでいいんでしょ、分からないけど多分そうだよね、ラノ何ラノベって分かんない、そうだね、私読むのは漫画と漫画、そうだね、そう漫画多いね、漫画多いね、うん、いや漫画いいんですよ本当に、読むのあれ読書感想文は書かんだろ、そんなもん魚にって言うなら、お前魚にって言ったんだそれは、あ、こいつらバカにしだしたな、魚の学校があるかもしれない、メダカの学校だね、あ、こいつもバカにしだしたね、人間の子供が集団して生活を送るあの施設です、あ、これだね、上から目線だね見下ろしとるね、漫画でよく出てくるってそんなことないよね、あ、さすがポン菓子、さらっとかわしたね、やらんだろそんなもん、今もうあれじゃないの、ネットからなんか拾ってきてそれっぽくちょっと回答してさ、なんかそういうソフトとか何お前そういうこと言ってんのあるでしょ、それちょっとリライトしてさ、あ、まあ、どっかの周りだよ、コピーライターみたいなこと言ってんの、うん、そうだね、あ、さすがポン菓子、中立の立場だね、そんなこといいからガチャ引いて課金してくださいパーねっていうことでしょ、違うかな、そうだね、才能だね、ずる賢いの才能だね、うん、ウオマルくんって言ったよねどうしてまたで、こいつ本当あれだね、真顔でディスるねまた出てきたのって言っとるが何しにって言っとるんだねこれさすがポン菓子だな、なんでキリって言ったの、なんでこんななんか、なんかサービス終了みたいな匂わせることこいつ言っとるのねえ、あ、どうしたのどうしたのポン菓子、
どうしたのキリって、なんかこれやばいって言いたいの、なんかもうなんかこれ予兆なんかな、ある一つでなんか、あ、もうあの来月いっぱいでて、鬼桃語りという同じような英語のアプリで私やってたんですけど、発音とか中心のかな、それもそうだって、なんかそれもそうって、いや別に英語のことはそうと言ってて、いきなりなんかね、ん2ヶ月か3ヶ月ぐらい前に先に終了するで、もうこれからのなんか月額の課金とかなんかもうしないでくださいって、何もなんかできんくなったかな、なんか顔の血の色がさーって引いてたな、その課金とかどうのこうじゃなくて、そのなんていうの、ゲームができないっていう悲しさっていうか絶望感っていうか、本当なんかどん底にね、崖の淵から後ろから思いっきり蹴飛ばされて、なんて言うんだろう、掴もうも何もなかった感じだったね。いや本当に本当に、エゴ物語なくなったら私どうなんだ、昇進だろうね、なんか旅に出るだろうね、いやコロナで旅に出ちゃうかんでしょう、いやなんかあれだね本当に、多分そこら辺の庭でなんか毎日うなだれとんじゃね、あーもう体制じゃないけど、あーもう復讐問題したい、あーゆるぽがーとか言ってんだね、アホなことあれあっさり終わったね、ウォーマル。あんまうちも何もなかったやつだね。だから出てきて邪魔みたいな存在させてもらう。ということで、問題の性能を見ましょう。まずは、あの、マックス性能行く前に、素の性能を、あれどこ行った、あ、例によってあれか。第三の後ろじゃないんだね。あの、ランコちゃんの付近でしょ。あれどこ行った、あ、おったおった。ということで、とりあえず見てみましょうということで、ドン。ちょっと言葉詰まったんだけど、これ数字大丈夫かな、 20% って書いてあるね、あれ8とかじゃないよね、4でもないよ、2だよね、あれでどう見ても3でもないよね、ちょっと待ってくださいこれ先生、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待って、上回る、これ23ですよ、8ターン 23% ですよ、これおかしくないか、ちょっとこれ違うだろこれ、え、これおかしいだろ絶対、ん、ちょっと待って、あ、分かった、そんなことしんでもいいや、ちょっとめんどくさいで、あ、これ昨日のやつか、これ試したんですか、まあ、ちょっとこれ消しといて、ちょっとちょっと待った、ちょ待った、こうやって見てきゃいいよね、これ4ターン 23% だよね、だね、これ5ターン 23% 水飲みだよね、水飲みだよね、これが8ターン 23%、 これも水飲みだよね、適用はそうだもんね、あ、そういうことか、あ、だからってことは適用範囲が違うんだ、あ、鍵しとこう、ちょっと待って、あ、そういうことか、ははははは、はそういうことね、ああ、そうか、そうか、範囲を変えたんか。パーセンはその代わりってことか。6ターン、この手のやつだったらさ、ちょっと待ってくださいよ。あいつ、ヤマさんとかそんな系統じゃなかった？違ったか？ちょっと待ってくださいよ。攻撃アップでしょう。ヤマさんが？あ、これもそうか、非限定か。これは、あ、そうか、違う、この手のタイプだったら誰がおるんだ、あ、ケルもそうだな、違うな、ウーマルタイプだもんな、これもそうだもんね、白川号も違うもんね、パイセンがそうか、火に対してか、ウーマルはあれか、範囲が違うんだ、はあ、はあ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 、そういうことね。あ、そこで、あ、だ、差別化を図ったと。え、その手のタイプって他にいないんか？あ、みんなそうか。敵限定なるか。ここら辺もそうか。そうだね。ヒルズも水限定だ。ここらそうだね。ヒルズ3兄弟ね。
これあれだね、ヒルと3兄弟あれだもんね、非限定だもんね、3兄弟あなたもね、これが風限定、そうか、範囲違うんか。これもそうだもんね、限定っては限定だもんね、非だもんね、使いにくいもんね。非で使って相手密閉されると、あの、機能しにくくなるもんね。ここもそうだよね、掛け目が多いけど、非限定だもんね。他はあれか。これは自身だけか。で、そうだな、これも自身だけだね。あ、ってことは、これ、ここら辺リーダーだもんね。え、初ってことだったら、これ。あ、そういうことか、掛け目が、掛け目というか、範囲があれなんだね。敵だもんね。要はあれだもんね、火で使ったからって敵があれだもんね、色変とかしたらあかんってことだもんね。そういうことですもんね。これだと逆にあれだもんね。はははははは。あ、そういうことか。あ、違う違う、これじゃない、これじゃない、これじゃない。びっくりした、これじゃない、これじゃない。そうだもんね。じゃあ、ちょっとこれ並べてみたいんだけどさ。二画面とかできんのかな？並べてみたいんだけど。こうやって並べたらダメかな？そうだもんね。これだけ、これだと水管的あれだもんね。こっちはあれだもんね。相手だもんね。敵だもんね、エナミーね、ね、敵水って書いてあるもんね。ハチターだもんね。あ、そこで差別化を図ったってことか。でもこれ使い勝手難しくないっす。水時ってみんな風にする、しますかね。1ターン目大体あれじゃないの、教祖様使って、次何、ウーマンか、どう、それかセルフ蘇生のイカさん使うか、んで、みかん入れる？強気に入れて、つないでくとかだから、どっちかというとみんな、水で痛くない瞬間の方が多分多いんじゃないですか。最後ぐらいじゃないですか。小町とか使って。小町とか、ゴスロリのあたりか。で、しゃーなく水に戻らざるを得んっていうとこかな。でも、ね、相手の、あの、盾とかじゃないけど、そこら辺をね、あの、抜けていきたいというか、あいついますが、あの、あれ、パンドラとか、そう考えると色変えていきたいから、やっぱ火星編っていうのは意識するとこだから、そうか、まあ、でも使ってみるとあれだな。敵じゃないっていうところはまだあれだね。だから敵の色は別にいいんだもんね、要は。あの、火だろうが、水だろうが、風だろうが、黒だろうが、白だろうがね、あの、金色だろうが、銀色だろうが、何色でもいいですもんね。そんな面白くないって言ったらしょうがないよ。あ、そうか、そうか。20% でちょっと愕然としたんですかね。そう、ウーマルガーと思って、私 60% ぐらい来てもいいかな。それやりすぎだって、そんなもん。みんなとっつるって、そんなもん。ダーウィン全部ここに投入するだろ、お前、そんなもん。でもあれだ、水なんかみんなあれだ、水でおれんくなると全部貫通されるぞ。これだったらさ、あんなに今までだとこれだと例えばかけてっても何、教祖様で色変して相手ウーマン風とかになったら帰還ってことですかね。今までのウオマル軍団だと。だけど別にあれなんだもんね、こっち側水でおる限りはいいってことなんだね。そういう解釈だもんね、これで。あーでも難しいね。どっちのが高くなるんだ、色変してやってた方がいいのか。 20% 味方次第ってことか。あ、でもそうか、水風とかのシリエナとかだったらいいんだ。別に風にしちゃうとあれか、あかんってことか。色変しちゃうとあかんのか。いやでもみかんとか使ったら色変しちゃうじゃん。で、色変するよね。 しなくちゃダメだから使えないかな、スキルなんか。でも相手のなんて言うんだろう、風のウーマンでもこれ効くっていうのはでかいよね。ポムとかでもそうだけど、結局あれだもんね、ポムとかでも爆弾かけても、あの、ポムそうでしたね、確か。色変えたらあかんよね。ちょっと待って、ポムどこ行った？そうだもんね、これ。エナミーだ、敵に対してだもんね。あ、変えたらあれだもんね、回避はできるってことだもんね。まあ、その代わり水におったらフルボッコされるってことか。そこのところはあれなんだね。別に風に変えてもウーマンをちょっとは弱体化させれるってこと。それでどんなもん環境変わってくるだろう。潰しやすくなるってことは、あ、これ、ちょっと待った。また音なんかプチプチ鳴りやがったな。これ、今思ったけどさ。ちょっと待った、これ。例えばこれ、ありえんケースですけど、ちょっと置いてみたろうか。ちょ待って。ちょっと待って。例えば、まあいいわ。
こんな並びだとしましょう。あの私のチームが、私のチーム勝手に前が仕切っとるのはお前のチームじゃねえぞ。お前なんか下僕だぞ本当に。いやこんな例えば並びだとしますが、あ別にいいよ、あの第一形態のレベル1とかそういうことは考慮しなくて。これだと例えばね、敵が色変したらあかんってことですか。あこいつ普通のウーマルだと思ってくださいよ。あかんってことはね、だけどこれがさ、あの持ってないとあかんすけど、例えばこいつ5人だとしますが、ありえんケースですけど、こいつ5人でできたらあれなんだよね、こっちが色変しかければ別にあれだね、効くってことで、ね、そういうことやね。だからウーマン別にあれなんだよね、色変しても効くんだよね、こっちが水でおれば、そういうことやね。その代わりやりにくいね、割とね。火とかだったらまだそんなに水になるという瞬間ないですが、特にコスト重くなると。返せも逃げれんもんね、あれ。そういうあれゲームじゃないもんね、あそこの場合は。これは水は積極的に風になる環境だよね。だって1段目から変わっていくもんね、いきなり。相手がなんて言うんだろう、そんな盾みたいなやつあったって、もう次なりに自分でセルフ蘇生あったら、ね、回答を最後にしてずらして誰かに売ってもらって、無理やり変えるよね、多分。そういう環境だよね。難しいけど、使いやすいってのは。使いやすいっていうかな、諸場ではある。でもこれ多分みんな気にせずに今まで通り色変えるよね。魚丸がおること多分、だってあれ対戦中の下のなんかゲージみたいなじゃあんま分からんすか。いや私分からんですよ、はっきり言って。自分で魚丸使っても分からんですよ。あれかかっとったかなって、そんなもんぐらいで。あれだと要はみんなが色変わっちゃう。そうだな、今までよりは。でもあれか、あそこで差別化かかったんだ。私パーセン上げると思ったんですよ完全に。それはまああれか、水が入っとるやってことが。ああ、でもこっちあんま変えれんくなるんだな。未完作戦とかああいうのがあるかの方でしない方がいいってこと。まあいいや、ちょっと次の機会なんかあの水タンクかそんなあたりちょっと使ってみますよ。とりあえずどんな感じになっていくのか、柔らかくなるのか、まあ、いや多少柔らかくなると思いますよ。だってこっちがあれだね、頻繁でも変えるよね。蘇生とかしたし変えるよな、普通に変えるよね。 4枠なんかあれだよね、知恵逃げるために風変えるよな。そうか、まあいいや、やってみますよということで。そうか、なんか予想違いでしたね。ってことはこれ、まあ、当たらない予想じゃないですけど、ここら辺とかどうなってくるんだろう。これマジで私、ステがなんか何言い過ぎかな。火力3500、4000ぐらいで、体力はいいわ、なくても1000とか1500ぐらいなると結構鬱陶しい存在だと思うんですよ。止めて殴れるから、そうすると最悪じゃないこれも。いや、火風とかでもそうだけど、これ3番手からこれで遅延ばっかだよ。ねえ、田島も止められて、次石井様とか出てきたら、わーって多分なるよね。いや、そういう存在にならんかなと思ったんですよ。火力が3500ぐらい、あのスキルはそのまま据え置きで、火力が欲しいね、それだけだね。防御は逆に1でもいいわ、うん、いやありゃあった方がいいですけど。どんな風になっていくんだろうね。これでもそうですよね、逆に今ぐらいの本当になんていうの、体力がもっと上がってってさ、でコストがそんなに上がらずか。これは魅力コストですもんね。低コストで無理やり入れて、なんか壁役じゃないですけど、そういう使い方だから、できれば1番手とか使い方じゃないよね。コストがちょっと重すぎるときに、あいつ1番のやつの後ろに置くとかさ、壁役じゃないけど、っていうようなあれだ、使い方じゃないかなって私勝手に思ったんですけど、また大人なんか、この野郎だな、お前本当に対戦じゃないときでも。ここら辺もどうなんだろう。パーセン上がったらマジ鬱陶しいよね。今でも結構めんどくさいね、これうまく使われると。大体こいつ初手に置くやつでろくなことを考えてるやつじゃないからさ、後ろの方が怖いでさ、いや要注意ですよ、こういうの出してくるやつ。なんか急に普通、あいつなんかやろうとしてるって、なんか実験しようとして、大体思うんですよ。これはもう分かるね、完全にね。パーセンが上がるか、パーセンでも上がったらあれか、この60いったらちょっとやりすぎか。火力がそのまま上がっていくとかってこと か、コスト60とかになったら重すぎて多分使えないでしょうね。じゃあその仮コスト無制限の時あれだね、ぶん殴られ放題だね。パレンケなんかほんとボッコボコに貫通されてくんだろうな、これ。恐ろしいやつね、もうほんと切れちゃう存在になるんだろうね。長いね、あなた。これめっちゃ期待しそうですけどね、マジで。この前のあの、なんだろう、実はなんか教祖様が何 風の何、色変だからイベ補正聞いとって、実はこれが役に立たんかったって思うのは意外や意外に結構仕事できたから、いやもう風変を意識するかポムが減ったっていうところ、多分そこだと思うんですよ。敵がポムだもんね。いや風変よりポムだと思うんですよ。あの時思いました。
ポムが少なくなるだけで本当なんか伸び伸びと使えるというの、あの有効的になるというで、初手が特にあれだもんね、あの抗体力とかさ、イベ補正あるやつで、なかなか一発で打ち抜くやつあると効果でかいですよね、思う。だってこれメルコとかさ、守るだけでもでかいですよ普通に。これだってメルコ守って次とかね、イカさんとか入れたらメルコ蘇生したら相手、おーおーってなるよね。いや自分相手だと思いますもん。くっそ鬱陶しいことありやがって、口悪いことこの野郎と思いますので、まあそんな感じでございますということで、まあこんな感じでウグマル軍団、ここでもこの画面のまま終わりましょうか。ウグマル軍団で、そうだねそうか、こんな感じに進化していくんだね。シーマンからだんだんあれだね、人面魚からサラサラサラって人間になっていくんだね、まあ、そんなシーマンの世界ですね。まあそんな感じでとりあえずウグマルさん進化しまして、敵が水じゃなくても良くなったってことね。その代わりあれだね、ダメだよね、でも味方の色変とか。ちょっと多分私そういう風に解釈したんですけど、間違ってたらごめんなさいことで、またなんか対戦の時にちょっと試してみますと、どんな感じになってくるのか、動きになってくるのか。水の探求が楽しみでございますということで、水風じゃダメだね。あ、水風の方が意外にいいかもしれんね。水風の方が実はあれだね、大体このゲームでそうですね、火水の時って実は 水が有利ってわけじゃないですもんね。最初の方火とかで抜けてった方がいいっていうケースが多いから、そういう時の方が意外に役に立つかな。秘密の時もそうだったのね。実はそこであの花ちゃんが輝くっていうの感覚だったから。あるかな？木の短期より実は水風の方がいいんじゃないかな。なんとなく。なんとなくなんとなく。秘密より。秘密だと実はあれだもんね。逃げていくもんね。じゃないかな、勝手に想像してます。まあ、とりあえず水が使える環境で適当に使ってみてどんな感じなのかのお試ししたいと思いますので、あなたは暇そうですね。そんなことありません、忙しいですね。これからもうすごいすごい重大な仕事がありまして、もう早く仕事に行かないと。嘘っけ、まあ、暇ならどうせ、まあ、暑いでなんかあれだ、薬を飲んだ、そんなことありませんということで、はい、ということでそんな感じ終わり。